はい、皆さんこんにちは、ワナリングルーシーです。引き続きですね、タイのバンコクの方からプレーの方をお届けしていきたいと思っています。でですね、ちょっと昨晩出動した時にですね、実は雨が降ってきてしまいまして、お話ししていた夜の街歩きですね、ちょっとビデオを撮る暇なくタクシーで移動してしまいましたので、ちょっと撮れていなくてですね、早速ゲームの方の画面をご覧いただいているという状況なんですが、今晩ねまたチャンスがあれば、やっていきたいかなと思いますので、そのあたりはね、お楽しみにしていただければなというふうに思っています。で、月日の方はちょっと送っていまして、今もう9月に入ってますね。今はお市様が浅井長政さんのところに嫁ぐというところのイベントをご覧いただいているというところになります。でこの後はですね、一応予定では竹中半兵衛を配下に加えるっていうイベントが控えているはずなんですが、条件をねどっかで踏み外してたりすると、対抗利子連の場合だとイベントが発生しなかったりするようなので、きっちりとねイベントをこなしているのかどうかっていう不安があるんですが、ちょっとねこのままとりあえず進めてみたいなというふうに思っています。まあ、ここは一応意見だけ言っておきましょう。軍備を行うで、まあ、却下されましたが、兵糧売却でも請け負っておきましょう。3000石で1200石以上、これがね一番無難ですからね。では早速進めていきましょう。まあ、井の口の町に行って兵糧を売りさばくのが一番間違いないですからね。では売っちゃいます。3000石を売って1365貫、まあ、1200石以上と言われているので、まあ、全く問題ない数字にはなりますよね。おっと、でですね、一応事前情報によると10月以降になると、その今お話していた、竹中半兵衛のねイベントが進められるっていうようなところがあるようなので、ちょっとそこまでの間、例によってお金稼ぎをしましょう。で最近何をやればいいのかっていうところなんですけど、今までのところですね、商家での算術に関してはだいぶ修行を積んできて、レベルも4までね出てきているので、それ以外で何をやろうかなというところなんですけど、一応ですね、皆さんからいろいろ弁舌やった方がいいよとか、軍学やった方がいいよとかね、いろいろ教えてもらっているので、何をやろうかなというところなんですけど、個人的にはね、やっぱこの道場やりたいんですよ。秀吉弱いんですけど、ちょっとねこれやりたいので、一回ね皆さんにちょっとお付き合いをいただきたいと思います。ちなみに今のところ1勝5敗と大敗ムードなんですが、なんとかね頑張りたいんですよね。これ1対3で秀吉が勝てるのかっていうところですよね、一番の問題は。まあね、勝てる気が全くしないんですけど、ちなみにツイッターの方で、ちょいちょいお話してるんですが、今日ねこの後夜どう過ごそうかなっていうところ、いろいろ、おっとこれはやられるぞ、おかわしたか、うわー、これ一撃でこんだけ食らってこんだけ囲まれるともう何もできないですよね。これは死ぬな、一ターンだけ命拾いした感じですよね。これは厳しいかな。おすすめの武器とかねあるんですかね。一応今は鎖鎌とかね、なんかしょぼい鎖鎌は手に入れたんですけど、それが果たしてどこまで有効かっていうのもありますけどね。さあここでせっかくなんで、じゃあ秘技を使いましょう。一人ぐらい葬りましょう。よし、一人は葬ったけど二人からめった刺しだな。
これで何か一つでも秘技をまた覚えてくれればいいんだけど、やや増えただけか、悲しいな。そしたら10月に入ると、半兵衛のイベントが始まるんじゃないかっていう情報がネット上にあったんで、清洲城に戻りましょう。まずはお城に行ってですね、主命達成の報告をしちゃいましょう。でさらに城に、あ、まだ9月25日ですよね。そしたら一旦部屋に戻って、体力が回復するまでやっちゃいましょう、進めちゃいましょう。で今日この後ね、どうしようかなと思ってまして、再開の旅にするか、それとも新規開拓の旅にするか、完全に、バンコクの夜の話を今しました。唐突ですけど、というところで話をしていると、あの竹中半兵衛のイベントが始まってしまいましたので、ちょっとこちらの方を見ていきましょう。半兵衛は日頃から、あ、酒主食かなに溺れる斎藤辰興に直言しておりましたということで、まあ怒った半兵衛が稲葉山城を乗っ取るっていうね、イベントが今起きているというところですね。まあご存知の方も多いと思うんですけど、この半兵衛、まあ、竹中半兵衛と黒田官兵衛、この2人の官兵衛をそうし表して両兵衛なんてね、呼び方をされたようなんですが、竹中半兵衛かなりね、優秀だったようです。でここからは竹中半兵衛の、いわゆる調略ですねになるんだと思いますので、調略の方に向かっていきましょう。官兵衛の勧誘が60日間で達成しなさいとなってますので、まずはですね、稲葉山城の方に行きましょう。で半兵衛、なんか凛々しいな半兵衛、誰だ怪しいやつめと問い出さされていますが、この半兵衛と今会話を進めていきます。何を言われるか、敵の敵は味方と申すではありませんか。稲葉山を辰興殿から奪った、貴殿にとって斎藤家は敵、織田家は味方者、それがしは稲葉山を辰興様から奪ってなどいない。これは戒めるために奪ったというふうに言われていて、実際半兵衛は返したみたいですよね、この稲葉山城をいさめするため一時的に預かっているだけだということで、やっぱり返すんですよね。さあこれで帰りますが、どうするんだろう。この後しつこく何度も、勧誘を多分ねすることになるんだと思うんですが、一旦ちょっとじゃあ違う町というか清洲の町に戻って、で井の口の町に行けばいいのかな。ちょっと何をすればいいのか。そうですね、竹中半兵衛が稲葉山を辰興に返し出奔しましたということになりましたので、この後半兵衛を何度も訪ねるというところになると思います。で半兵衛は井の口の町に、今日構えているということなので、では早速民家の方に行ってみましょう。で半兵衛の宅に行き、何度か断られてしまうようなので、まあ、これはしつこく勧誘し続けましょう。さあ出直してまいるということで、これは続けて何度も行けるのかな。ちょっともう一回行ってみましょうか。そうですね、続けていけそうですね。何度来られようとそれがしの気持ちは変わりませぬということで、何度も行ってみましょう。これはでも同じセリフが返ってきてるので、もしかしたらどっかに行かないとダメかな。ダメですね。なので
そしたら、どうしよう。一旦、スノマタ城とかに入り、そうですね、ここで半兵衛が、まあ、その、辰沖をいさめたけど、いさめが効いてないよというふうに言っていますので、何度失敗しても諦めんと、3個の例で迎え撃つ100個の例だろうが、というふうに今、秀吉言ってますからね。この後じゃあまた井の口の町に戻って半兵衛のところに通い詰めましょう。こうやってね、あの女の子も実は同じなんですよ。あの今半兵衛を口説きに行ってますけど、女の子、タイの女の子もですね、会えば会うほど心を開いてくれるんですよね。まあそれはそうだと思うんですけど、1回目より2回目、2回目より3回目で、そうやって何度も何度も同じ女の子と会ってると、いろいろその女の子たちの思いとか考えとかね、あとは、まあ、特に年齢とかが多いんですけど、そういう嘘をついていたこととかもね、告白してくるんですよね。前、24歳って言ってた子がいたんですけど、昨日の夜ですね、実は私28歳なのって突然の告白があってですね、びっくりしたんですが、おと言っていると早速何かイベントが始まりましたね。これは個人戦が始まったので、これに勝たなきゃいけないんだよな。今のところね、秀吉猛烈に弱いんですよね。これはちょっと勝ちたいな。半兵衛がただ強い、強いけど半兵衛も食らっちゃうとね、やっぱり厳しいですよね。よし、まず一人葬ったぞ。そしたら回り込んでもう一人葬り去りましょう。半兵衛の帰省、これは何が起きたんだ。帰省を発したのはいいけど、よし、かわした。半兵衛が真後ろを向いた状態、その状態で帰省を発するのやめてほしいですよね。半兵衛どうした、また帰省か、そこでやめてほしいな。その後ろ向いた状態で帰省を発してるとね、危ないんですけどね。よし、大丈夫か。半兵衛危ないな。これ確実に一人葬っておきたいので、ここで秘技を使いましょう。また規制発したの。半兵衛ってなんかこの規制を発したりするイメージあんまりないですよね。頭を使ってこう敵を倒していくイメージなんで、この規制を発する半兵衛っていうのもね、キエーって言ってますけど、なんかイメージにないですよね。で、半兵衛は後ろを向いたまま防御姿勢に入ってるけど、なんで向き直らないんだ。また規制か、また規制だよ。どうしたんだ半兵衛、その体勢で規制を発し続けるのやめてほしいな。ただこれ勝機が見えた。ここで秘技を使って連続斬りで仕留めましょう。いやー、久しぶりだな、このゲーム、このミニゲームで勝つのは。よし、勝った。久しぶりに勝ちましたね。なので、まあ、こうやって今回何回も何回も半兵衛の元を訪れましたけども、女の子もね、やっぱりあの何回も何回も会うとね、優しくなっていろいろ話してくれて充実するんですが、とはいえやっぱり同じ女の子ばっかりと遊んでても面白くないので、割合としてはやっぱり半々ぐらいが一番いいかなと思います。再訪、再開と新規開拓ですね、まあ、半々ぐらいで、まあ、今回もね遊んでいこうかなと思ってますけど、とはいえもう今日でね終わりなんですよね。この楽しかったタイ旅行も、さあこれで半兵衛がまだあれかな、一旦清洲城に戻って報告しなきゃダメなのかな。ちょっと清洲城に一旦戻ってみましょう。で、お城に行って信長に報告ですね。
で、信長からの誘いですが、一つだけお願いがございますということで、秀吉殿の配下としていただきたくということで、半兵衛はこれで、秀吉の配下に加わりますね。よし、これで配下が一人増えて、竹中半兵衛でのプレーができるようになりましたということになりましたね。で、この後のイベントの進行具合なんですが、どうなんだろう。この後は美濃三人衆の調略命令が出るはずということなので、一旦自宅に戻りましょうか。一旦自宅に戻り、でここで八塚正勝、まあ、小六ですね、やってきました。今日は殿に茶を振る舞おうと思いましてということで、まあ、茶席に応じましょう。まあ、あの小六が茶席というか茶を振る舞えるのかという話はあるんですが、ではちょっと1日だけ一晩だけ休憩を入れて再び城に登場しましょうか。何も起きないね。何も起きなければ、そうだな、この後はどこに向かえばいいのかというのがあるんですが、大垣城に入ることもできず、次の表彰状まで20日間しかないので、そしたらどうしようかな。この後は稲葉山城がすでに織田家にはまだなってないのか。そうだよね、半兵衛は返しちゃいましたもんね、お城。なので一度清須のお城にまた戻りましょう。で、特に何もないし、どうしようかな。表彰まで19日あるけど、じゃあ自宅で次の表彰まで一旦休憩を入れますか。で、この後は今お話してたように美濃三人衆の調略があるはずなので、お、殿が来てますね。よし、来た来た、美濃三人衆の調略を見ずるというところに来てます。なので、ここで美濃三人衆の調略ですね、ここまでなんとか今回動画でお届けしていきたいと思います。美濃三人衆っていうのは今出ているこの3人ですね。安藤、稲葉、氏家、この3人をまあ、調略せよということなのでやっていきましょう。で、工作資金として100貫だけか。さて、ではまずですね、三人衆の調略にあたってなんですけども、最初に、安藤さんに会いましょうということなので、安藤さんに会いに行きましょうか。まずは大垣城に向かいなさいということなので、大垣城に向かっていきましょう。ここで、雨子と毛利の戦いで雨子が滅びましたという話が出てきましたが、そこはね、さておいて、まずは大垣城へと入っていきます。で、安藤さんに会いましょうということで、安藤森成のところにやってきました。で、半兵衛からおおよそのことは聞いてるよということで、話は大体通ってるようですね、これを見る限り。で、身柄の安全を保障したよねというあたり、まあ、このあたりは、ね、調略の基本中の基本だと思いますが、まずは大垣城に行って安藤を調略中というところになっています。で、織田家の土産代わりじゃということで、一つ策を授けて使わそうということで、なんだろう、
一徹は曜変稲葉天目とかいう茶碗を秘蔵しておってな、命の時期に大切にしておる。なるほど。でこれを使って反感の刑を仕掛けるとよかろうということで、忍びを使って、一徹の秘蔵の茶碗を辰岡の元に紛れ込ませれば。なるほど。なんかかなり悪どい手はずになってますが、まあこれをやってみましょうか。で忍びは光学衆を使うといいということなんで、じゃあ黄河の里に行くのかな。黄河の里に行きましょう。黄河の里がじゃあどこにあるのっていうとこなんですが、ここですね。仕事の依頼に参ったということで、あっさりと通してもらいましたね、忍びの里に。で秘蔵の茶碗を盗み出し、辰沖殿の持ち物に紛れ込ませてくれというふうに言っています。3000貫か、高いな。え、3000貫から50貫、めちゃくちゃだなこの割引の仕方。ちなみにあのね、タイガールに関しても値引き交渉はできます。値引き交渉はできるんで、まあ、これからね、初めてタイに遊びに行ってちょっと女の子とちょめちょめしたいよっていう方がいればですね、まあ値段の交渉をするもよし、いいねでそのまま気前よく遊ぶのもよしというところですよね。さあでは一徹に会いに行こうということですね。で一徹がどこにいるかというと、曽根城、曽根城がどこにあるかというと、今浜があって大谷、まあ、この辺り浅井の本拠になってますね。角俣、小牧山、稲葉山城だよね。曽根城ここだな。じゃあ曽根城に移動しちゃいましょう。で、家宝の茶器を盗まれて果たしてどんな顔をしてるかなということで、一徹のところにやってきました。織田家の藤吉郎と申す。おう、貴殿がそうか。まあ、ここまで来るともうさすがの秀吉も顔も名前も売れてきた感じなんですかね。お、ただ見抜かれてますね。拙者が秘蔵しておった茶器を辰沖連れのもとに紛れ込ませたのは森綱の策じゃろうということで、バレておる。さすがですね。拙者も織田家に下ることにするということで、まあ、バレつつも見限っていた感じなんですかね。さあではこれで2人で一徹も口説き落としたので牧前ですね。ということで今度は紙筆、鼓かなで合ってますかを入手し、書に親しめ、文を学べと聖者が申していたと伝えよということですね。なので、まずは今出てたようにキヨスの町に戻っていきましょう。キヨスの町に戻り、商家に行って話を聞くと。で今用心棒がいなくなっちゃったので用心棒も雇いましょう。見てもらってる通りね、秀吉相当弱いのでちょいちょい山賊に出会って負けるとね、全部金を持ってかれてしまうので、用心棒は常に雇っていきましょう。おっと、ちょっと操作をミスってしまったので戻りましょう。で商家に行って紙なら京がや井の口、それに石山で、筆なら奈良。なるほど。ではそれぞれをじゃあ買いあさりに行きますか。まずは井の口に行って日数はね十分にありますからね。ここのどこで買えばいいんだろう。座かな、交易品かなんかで買えばいいんだろうか。交易品をじゃあ買っていきましょう。まず紙がここで買えそうですね。まあ、せっかくなんで10個ぐらい買いましょう。まあ、144巻なら承諾でそのまま買っちゃいますね。で続いては奈良に行って筆を買いましょうか。奈良に行って筆を買いましょう。
まだだと、ここですね。で、奈良でも交易品で筆を買っていきます。まあ、筆も10個ぐらい買っちゃいましょう。で、最後は彩画に行きます。もうね、山賊にあったりするとドキドキですからね、勝つか負けるか。ここで硯を買いましょう。ここでお金が全くないとかなり苦戦する感じになるんですかね、これ。まあでも1個でもいいって言ってましたね。数は問わないって言ってましたからね。ではこれで稲葉山城に行きますか。これで美濃三人衆の協力がなるんだったら安いものですよね。さあ、これで牧前も口説けそうですね。穂田に下るとしようということで、稲葉山城の弱点を教えてくれるようですね。絡めて、つまり裏門の警戒が甘くなっているということなので、まあ裏門から行けば岐阜城というかこの稲葉山城が攻略できるよというふうになってますね。で、稲葉山城攻めの際には絡めて攻めを提案してみようということで、これで美濃三人衆の調略がなったというところになります。では美濃三人衆の調略の報告まで、やっていっちゃいましょう。清須城に戻ります。で、お城に行って、陶器城でござりまする。美濃三人衆の調略成し遂げてまいりましたということで、おお、勲功が100上がりましたね。はい、というところで今回は竹中半兵衛とあと美濃三人衆の調略のところですね、お届けをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、バンコクの夜の街の様子、活気の様子を楽しみにして見ていただいた方、見始めていただいた方には大変申し訳なかったんですが、なんとか今日の夜ね、もう一度チャレンジしたいと思いますので、またまたその時の様子公開できたらご覧いただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。